はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイマザー2リーグの逆襲の続きをお送りします。前回ですね、まあ、ヌスッと広場でトンチキさんとちょっと会話を交わしたりですね、発明家にちょっと資金援助をしたりと、まあ、ガッツーソンでね、ちょっとうろちょろして、おったわけでございますけども、まあ、いろいろな話を聞く限りでは、まあ、グレードフルデッドの谷と呼ばれる怪しい場所と、まあ、その先にあるハッピーハッピー村というあまりにも怪しい場所と、いう話があって、まあ怪しいところがね、何かね、まあ秘密があるんじゃないかということもあるし、まあそして、一人目の仲間であるポアンナがなんか誘拐されたという話もあるので、果たしてどうなってるのかということでね、まあ行けそうなところがもうそのグレードフルデッドの谷しかないので、じゃあいよいよね、足を運んでみようではないかと思っております。まあ割とねこのゲームも難易度そんなに生優しくはないので、やられるときは本当にやられるというか、まあね、あのポリスマンに、ね、オネットのポリスマン戦で散々やられましたからねさあ洞窟ですね。おうもうこの時点で恐ろしいよ歩く目たちに行く手を塞がれた歩く目ですよ。歩くキノコがいましたよね。あれの名バージョンです。名バージョンって言われても困るでしょうけども。そう言うしかないんだよな、でも。名だからそんなに強くないと思いきや、厄介な能力持ってるんですよね。はい。こんな感じです。いくらでも仲間増やすんですよ、こいつら。しかもライフアップ持ってると。だからまあ、まあ、全体攻撃とかをすればね、いいですから。あ、そうか、そう、こいつ、サイマグネット使うんだよな。PP を吸い取る技です。ちょっと。これでね、やっぱり PP、やっぱりね、未知の場所に行こうと思うと、PP 温存しときたいじゃないですか。ね。結構めんどくさい相手なんですよ、ですから。さあ。雰囲気が一変しました。ランラン、私キノコ狩りに来てるの。いっぱいキノコ集めるわ。頑張ってください。そら来たよー。UFO。言ってた UFO ですね。一口 UFO に振ってくれですかね。一口 UFO。ね。昔何を持って一口 UFO という名前なのかって、いろいろ考えましたけどね。うん。まあ、ミニサイズなんでしょう、きっと。ビーム発射。ネビエビーム。わー、風邪をひいた。これめんどくさいんだよね。風邪をひくと、まあ、ね、4のダメージ出てますけど、まあ、要は、まあ、普通のゲームでいうところの毒みたいなもんです。って言っても、このゲーム毒もありますけども、まあ、毒の弱いバージョンだと思ってください。はい。でも厄介です。ので、こういう時はヒーリングアルファで直すと。役ですね。あの、歩く目は無視。無視できないとこに出てきたな。しゃあないね、これは。まあ、一匹だったらね、サクッと倒してしまえばと思ったら、再マグネット使ってきやがった。まあ、あと小さいから若干攻撃が当たりにくいかなという印象です。はい、勝手な印象ですけどお、橋、ハッピーハッピー村へのおいでの方はこの橋を渡ってくださいって壊れてるんですけど、問題あるかな問題なしって出ましたからね、普通に。じゃあ、じゃない、このアレスタに進んでいくと、なぜかタコの形をした鉄の塊が道を塞いでいる。なぜでしょうはい。つまり、行き止まりなんです。ここまで来といて。で、引き越え、引き返さんにはいけんのですよ。これがなかなかね。まあ、これは今時で言うとこのフラグみたいな感じでですね。必ず一回これ訪れなきゃいけないんです。お、敵が出ない。やった。あ、モグラさんに話しかけてないや。俺は敵じゃない。と、俺は敵じゃない。ただのモグラさん。ガッツについて俺の知っていることを全部話そうか。戦いの中で気絶するほどのダメージを受けたはずなのに、体力が一気に踏みとどまった。なんて経験あるかい。
もしあったとしたらそれはお前のガッツがすごかったからだよ。土壇場で踏ん張りが効くかどうか、それはガッツ次第ってこと。それとね、ガッツがたくさんあるやつはスマッシュが出やすくなるんだっていうことはそれだけさ。はい、まあそうなんですね。パラメータにガッツというパラメータがありますけど、まあクリティカルの出やすさと、あとさっき生き残ると言いましたよね。本来例えば HP 残りの HP 以上のダメージを受けたときに、メッセージで致命的なダメージを受けたって出て、それでゼロになっちゃうんですね。なっちゃう。まあドラムシステムなんで、まあその前に回復すればいいんですけども、たまにですね、大ダメージを受けたにもかかわらず致命的なダメージと出ないことがあるんです。その時はですね、ガッツの効果が発動していて、HP がちゃんと生き残ってくれる、状態なわけですね。もちろんその後に追加ダメージ受けたらもうそれは知らんですよ。それは残念ながらね、さすがに、無理ですって話になりますけども。また目か。まあまあまあ、もう帰り道なんで別に PP 吸い取られてもいいけど。あまり厄介なら、まあ、こうしてしまう手もありです。はい。これで、一発 KO なのでね。はい。これも一つの手ですけど、まあ、PP かなり消費する。まあ、かなり消費するんですけども、ほっといたらさっきのサイマグレットでバンバン吸い取られるんでね。まあ、そうなるぐらいならもうパッパと、ね、超能力で倒してしまうっていうのもありだと。もしもし、アップルキットです。ブリギアントのアイテムが、ブリギアントのアイテムって、ついに完成しました。すぐに取りに来てください。すっごいんです。じゃあ。この洞窟の先、これですね。さっきそういえば調べなかったですね。回復させて、おー、何かいっぱいおるよん。めんどくさそうね。例えばこの時ね、あ、めんどくさいと思ったらちょっと戻って、で、また進むとですね。ほら、消えてる。まあ、こういうのもあるわけです。まあ、たまにもっと増えたりすることがありますけど。まあ、根気よくやっていけばね、消えてくれます。まあ、もっともね、あんまりそればっかり繰り返してたらレベル上がらなくなっちゃいますけどね。はい。じゃあ、ちょっとアップルキットの家に行ってみましょうかね。僕の次に天才的にアップルキットを探しですね。彼はあなたを探しに行くとか言って、ヌスッと広場の方に来ましたよ。本当に？ありがとう。ヌスッと広場のどの辺、また埋め立てたのか買っとこうか。あ、生き取りしっか、そうか。あ、いた。こんなとこにいたっけ。徹夜が続いてぼーっとしてますけど、タコ消しマシンができてます。これはタコの形をしたものを一瞬のうちに消してはしまう恐ろしいウェポンです。タコ焼きなの金魚で使わないでくださいね。さあ持てていいです。タコ消しマシンを手に入れた。これもまた何かあったら電話します。これも一見するとなんでこんなもの作ったって感じがするでしょうね。でも今の我々にはとても大必要なものですよね。アップルキットの発明品、目の前のタコの形をしたものをあっという間に消してしまうまし。腐敗はマウスである。主人のアップルキットはあんたを待っていた。二人であくびをしておった。死人ですね。はい、つまりこれで、ようやくあそこですね、グレートフルデッドの谷が進めるようになるっていう話なんですね。どうしようか。回復しなくてもいいでしょ。大丈夫ですよね。多分。いや、わかんないけど。結構きついイメージなんですよね。グレートフルテッドの谷。てか、いらないでも多すぎるでしょ。ちょっとバスステーション行きましょう。ちょっと金を引き出して、あと妹を呼び出して、扱ってもらいましょうね。エスカルゴンソー、あ、ソニーちゃん、私はトレシーよ。エスカルゴンソーでアイルライトしてるのはどんなご用件でしょうか。どっちだっけ。お預かりか。
あ、そうだ。ついでだけマハピザ頼んでみる。ね。マハピザでーす。ただいま従業員が出払っておりますので、配達ができない。あれ？あー、そっか、同時にダメなんだっけ、配達系は。忘れてました。これね、まあしばらくすると、まあ、あっという間にやってきます。スクローズです。お預かり料金は18ドルです。お預かりは3つまで。で、自転車もいいよね、どうせ2人になるだし、多分この先ね。壊れた機械はもうちょっと先の話なんで、これちょっと一回預けておきます。穴抜けネズミね。街の地図も私自身を記憶してるからじゃないですけど、マッパってプレイ動画的にはちょっと絵的に見せたいなっていうのがあるので、もっと来たいんですよね。動画の看板もそういえば使ってないね。使ってみればよかった。穴抜けネズミはつけとこうか。これ穴抜けネズミに気をつけてほしいのは、基本的に1個しか持てないので、手持ちにないのに預けてるのを忘れてて、これから先、またいくつかの場所で穴抜けネズミが手に入る場所があるんですね。そこでもらえない。なんでってなっちゃったりするときは、まあ大体預けてるときなんで、怪しんでくださいということでね。さて、ついでにマハピザも頼んじゃおう。スモール、メディアム、ライス。どれがどれだったっけな。覚えてないんだよな。ミディアムぐらいにしとこう。え？スモールかライスだけかい。じゃあ、選択肢に入れるなって言ったやつ。ね。ラージはね、全員回復だったような気がするんですよね。ただ、ベラボに高かったような気がするから、スモールでいいや。サプリナインを届けに上がります。3分か。結構かかるな。どれぐらいだったかな？そんなにね、お金かかんなかったような気がするんだよな。300もっとりゃ大丈夫だと思う。ということで、とりあえずこれで、本当にどこにでも届けてくれるので、あれ、ポリスマンだな。無視。ああ、無視できなかった。もう、お嬢ちゃん。ポリスマンは、俺と戦ったポリスマンと同じ能力です。だから、そんなに強くはないです、もう。あ、やった、ハンバーガー。そうだ、試しに、このスキップサンドは、足取りが軽くなるというやつなので、これをちょっと試しに、道具屋の看板を使って売ってみましょう。ああ、もう、これもダメなんか。もういいじゃん、後にする。もう何もかもがうまくいかねえ。まあ、あくまでゲームの仕様上の問題でございます。ということでね。さて。ああ、もう、長引くパターンだ。やめてくれ。3体以上。ああ、待った。サイマグネット。うまくいかないこともあります、もちろん。3体以上になったらもうね、本当に全体攻撃使った方が早いぐらいの話かもしれませんね。お、HP10 アップ。10アップしたらですね、一応残り HP も10増えてくれるので、まあ、それが、時と場合によっては、起死回生になってくれることもあります。こういう時は一回出て入り直すと。はい、ほら消えてる。ちょっとね、無駄な戦闘を避けていきましょう。あ、もうこう、まあ、これもね、こうやって要は出入りすればってあるんですけども、隣のフロアに移った瞬間に敵がいてかわせない場合もありますんでね、逆にね、やりすぎ注意っていうのもあります。はい、さあ、では、グレートフルテッドの谷を攻略していきましょう。さっき言ったのは本当にほんのわずかなので、まだ。まあでも敵が出ないな。ラッキーラッキー。
さあここでタコ消しマシンを使う。なぜか鉄のタコは一瞬のうちに消せた。すべてが謎ですよね、このタコ消しマシン関連の話はね。これはしごが確か先だったけど、こっちになんかいいアイテムがあったような記憶があるんで、違った。写真家だった。しかもそこだ。そこに着地するんだ。どうもどうも、3回目でしたっけね、この動画では。それだけだったっけ。そっか、まあいいや。スタップ。あー、こいつめんどくさいんだけどな。まあ やるしかないか。大ウッドに襲われた。大ウッドです。でかいんです。こいつ厄介なんだよな。わあ、攻撃力がね、やっぱりまず高いんですよ。吸い込み攻撃でこっちの能力を下げていきます。はい、さらにですね、火の間際にこうやって燃え上がって大ダメージを与えていきます。まあその後ウィンになるんで、すぐこのヘリが止まるんですけども、まあ10から20ぐらいはやっぱりどうしても受けてしまいます。この先こういう感じの敵がまあしょっちゅう出てきますので、その敵だけは必ず最後に倒すようにしましょう。途中で倒したら戦闘終わらずにダメージ受け続けるわけですから、ほぼほぼ死亡します。はい、本当に危険なんです。どうしてかな。今のところ敵との遭遇率はかなり低いですね。ありがたいことに旅の守りいらねえつのにこうやって出てきたりするんですよね。もう歩く目いっぱい。こっちもあっちも消えてないな、結局。まあ、一匹だけなら。時間稼ぎか。OK。まあまあ、一体だけやね。まあ逆にね、歩く目放置させといて、増やさせて、みたいなことももちろんできますので、それで、ね、経験値、ガンガン貯めるっていうのもありなわけですね。ラックカプセルを手に入れた。なんとラックが上がる。まあ、パラメーター、基礎パラメーターを上げることができる、非常に貴重なアイテムです。まあ、とっとと飲んでしまうのもありなんですけど、これ確かね、前回、味付け小物の話しましたよね。持ってると自動的に、あえて食べ物にかける。多分ね、このカプセル飲むときもね、振りかけてたはずなんですよ。で、もし相性が良かったらですね、本来1しか上がんないパラメータが2に上がるんですね。まあ、まあ、使っちゃいますけど、今。もう多分カプセルによって組み合わせの相性はなんか違いがあったような記憶があるんですけども、さすがに私もその組み合わせがどうというのは存じませんので。無視しようと思ったら、もう、前か。めんどくせえな、これ。ブラインドショックアルファ。これね、まだ今覚えてませんけど、まあ、相手を変な状態にする。まあ、簡単に言うと混乱状態です。はい、混乱状態にする技でございます。4回叩かないと倒せないように盛り上がるっていうね、本当に厄介な出来なんですよね。その代わり経験値も大きいです。で、そんなこと言ってるうちに他の敵が来たよーん。逃げる、逃げる。これ、チカチカしてる間はね、こうやって逃げることができますのでね。大丈夫ね。はい。誰かが橋を取れなくしまったんだよ。どうしてこんなことをするんだろう、まったく。さっきから大ウッドとの遭遇率が高いな。逃げる。あ、もう、こっちにもおるし。あ、消えたし。やった。あ、宝箱。クロワッサン食べると体力が約60回復する。だって普通のアイテムです。はい、あった。これ結構宝箱落ちてますんでね、逃さずに取っていきましょう。ボムがあった。あれ息が回りでした。おお、危ねえ。
クルーに行く手を塞がれた。はい、機械系のモンスターですね。この曲も機械系によく使われている曲です。この曲は特に印象的でしたね。なんかすごく耳が、これシーズアルファダメージ半減になるんですね。なんかにクリティカルが出ると一発で、はい、剥ぎ取ることができます。あー、こいつもめんどくさいことしてくるんだよ。そうだよ。厄介ね。さらにこの機械系のモンスターですね、とにかくシュート上での動きが非常に変則的でね、危ないです。うかつに動いたりするとすぐ背後取られます。ライフアップじゃねえな。ヒージングでした。ボム。戦闘時敵にダメージ与える。爆発力があるので狙った敵以外にも効果がある。気を使うとなくなるとですね。これ行くしかないわね。試しに使ってみます。おい、まあまあ強い。これ周りに敵がいたらその周りの敵にもちょっとだけダメージが通ります。はい、よしかしだな。あー、やばい。 EP がやばいんですか。おー、ブブブ来たし、もう逃げ切れたと思ったんだけど今。こいつもネビエビムさっき言ってたね、そういえば。あー、まあまあまあ、こっちはまだね、可愛いもんですけども。あー、もうさっきのクロワッサン食っちゃうか。いや、もう使えるもん使っていきましょうよね、どんどん。これどっちだったっけ。あー、マハピザありがとう。あ、安かった意外と。ピザ食べると120回復。おー、でかーい。まあ届くのに時間がかかるというのはありますけども、まあね、最初のうちは結構コツコツ手に持っておけば、ありがたいアイテムなんじゃないかなと思います。回復手段によってもね、ライフアップはそんなにまだね、パン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 使えるわけじゃないので。これ風邪を治すのもあれだな。あと1回しか治せないな。なのでできれば、よっしゃ、オッケー。そのまま切り抜けました。で、この後、予報に気づかれないようにさっと上行く。イエス。あー、ありがたい。マジックバタフライ。これで20、PP が20回復します。10割はまだだいぶ違うんでね。こっちの方もなんかあったような記憶あるんだけどな。これ木の陰からほんまに歩く目とかがひょこっと出てきた。今、おら、あったあったあった。ウォーシェルベットがあった。なんだっけな、これ。装備品だった気がする。おー、強い。よし、これはありがたい。あー、来やがった。もうええわ。戦おう。おー、ダメージがかなり減りましたね。今の装備変えたことによってね。おー、楽になった。だいぶ楽になった。やっぱこういうのを見つけれるのと見つけれないのとね、難易度がやっぱりまだグッと変わってきますんでね。お、そして。トンチキさんがなんかグレートフルデッドの小屋を貸したとかどうとか言ってましたね。あれのことでしょうかね。そして、あ、なんか上の方にもあったような記憶があるんだけども。まあ、いっか。もう行っちゃおうか。さあ。そうはないね。これな、ここはなぜか巻き蛇が出るんだよな。あ、もちろん刺激です。そらそうです。まあ、ここでそのね、やっぱり強さを実感しますよね。旅立ったばかりの時の自分とは違うんだっていうのはね。はい。俺は敵じゃない。ただのモグラさん。お前、俺とウロウロしてた時に比べて随分強くなっただろう。
弱い敵に会った時ですね、ウィンウィンって雰囲気になったことないか。それはお前が強くなったら何より証拠なんだぜ。あまりに弱い雑魚と働く戦ってなんかいけないだろ。なんか何か何かねディスってるようにも聞こえますけど。はい、そしてようこそハッピーハッピー村へ。さあ、ここが禁断の怪しい怪しいハッピーハッピー村でございます。といったところで、25分ぐらいなんでね、このパートここまでにしましょう。はい、グレードフルテッドの谷、ちょっとねちょっと冷や汗かきましたけども、まあまあ そこまで恐ろしく危ない場面があったわけでもないので、まあまあまだマシかなと思います。はい、ということでね、じゃあこのハッピーハッピー村、まあ何が待ち受けて何がどうなっててね、まあいろいろ探っていこうかと思いますのでね、次のパートも、はい、楽しんでいただければと思います。はい、ということでマザー2ギーグの逆襲のプレイ動画、次のパートに進みます。